17年前、親父殿は茨の谷の森の奥深くで赤子だった俺を拾った。親父殿は妖精、俺は人間です。血のつながりも育てる義務も何もない。なのにあの人は俺を我が子同然に育ててくれました。毎日食事を与え、稽古をつけ、寝込んだ夜は一晩中そばにいてくれた。妖精と人間は脆さも成長スピードも何もかも違う。茨の谷には人間の育て方を知る者がほとんどいない。その上父は独り身です。頼れる相手もいない中、手探りで人間の赤ん坊を育てるのがどれほど大変だったか。